ず、6-1 で負けてごめん。金返せばいいだろ。トッテナムの選手が、入荷するまで足を運んだファンのチケット代を弁償することになりました。選手たちが発表した公式声明について、概要をご覧ください。アーセナル、2-7で負けたので返金します。トッテナム、1-6で負けたので返金します。ノースロンドン勢仲いいなわら。選手たちが返金したからといって仕方ないなぁとなるわけではないと思う。そういう気持ちがあるなら違う形で返したらいいんやない？考え方が間違えてませんか？と言いたくなるんやない？応援してる方はそこら辺をちゃんと考えるべきだと思う。上が責任取らない、上が頭が悪く、非効率な方法で成果を出そうとする。さすがレビ会長、自らは身を切らず選手たちに席を負わせるとは。うん、これは間違いなくケインとか他の選手も脱北するな。このまま本質を見失い続けてくれ。さすがスパーズ、素晴らしいよ。同じことをブライトンがやってたらみんな大絶賛なんだ。負けた時のファンが言う金返せは、勝ってくれの裏返しなんよ。クソみたいな試合で金返せよってよく言うけど、本当に返すのは草。全然金で解決しようとするのがこのクラブ、なおタイトルは取れない模様。大敗、ファン、金返せ、スパーズ、返金します。サポーターは金じゃなくて勝ち点が欲しいと思うよ。チケット代返金と監督を解任するから許してください。草しかない。スパーズの選手たちが最低だとコンテが言ってたの理解できた。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。